YouTube をご覧の皆さん、カナダ在住節約主婦のナオです。今日はカナダで私がどうやってセルフでピアスを開けていったかという経緯についてお話ししたいと思います。で、まず、カナダに来て物価が高いなとかって思う人たくさんいると思うんですね。で、私も、あの、食材とか、 ね、お買い物とかしてても、あ、日本だったらこんなに高くないのに、と思うこととかもあるんですけど、特に高いなと思うのが、こういうサービスを受けること、なんかあの、紙、ヘアサロンとか、あの、アイラッシュ、こういう、なんかつ、ま、まつげエクステとか、そういったもの、類、全部サービスを受けるものっていうのには、チップが発生するんですね。 なので、もともとの設定価格も日本より高かったりするのに、プラス15%ぐらいのチップを払わなきゃいけないってなると、もう、私みたいな、なんかケチケチ主婦は、なかなか手が出ないんですね。それで、結局、あの、今回ピアスを開けようと思った時に、あの、じゃあセルフでやろうっていうことになりました。で、日本だったら、 あの、ピアサーが大体どこでも買えると思うんですね。あの、私が学生の時は買えました。今はちょっとわかんないです。ちょっと7年ぐらいもう日本に住んでないので、日本のちょっと事情わかんないんですけど、でも、あの、そう思って、えー、お店に、いろんなお店に探しに来ました。いろんなピアスを売ってるようなお店です。でも、ピアスは売ってます。で、 施術も行いますっていうお店はあるんです。でも、ピアッサーっていうのが売ってないんですね。で、結局、えー、インターネットでいろいろ調べて、で、たどり着いたのが、もう私の神のアマゾン .ca です。で、売ってるってことに気づきました。で、えっと、後ほど違う、えー、あの、クラッシーファイルとか、あと、こういうオンラインショッピング、 ですね。なんか安く手に入るっていうのも紹介するんですけど、あの、まず私はケチなので、あの、一箇所では決めません。まず、あの、さ、リサーチをします。値段のサーチですね。で Amazon で調べて、で、その、英語名ね、なんて言うのか、こういうピアスターじゃ伝わらないですよね。で、それでセルフピアッシング、えー、ガンとか入れて、そのうち、あの、 ヒットした名前を見つけて、で、それをタイプしながら、アマゾン、えっと、eBay、あと、キジジ、えー、で、なんかあの、まあ、日本のクラシサイ、クラシファイド、んファイドのなんかだったら、あのー、私のいるところは、あの、eMaple とかっていうのがあるんですけども、そういうのも全部チェックしました。で、一番安かったのがどこかっていうと、えっ、ー、と、eBay。でも、eBay は、 えっと、中国とか日本から郵送されるので、値段は安いんですけど、船便とかを使って届いたりするので、到着がもう2ヶ月待たなきゃいけないっていう感じだったんですね。だから、時間に余裕のある方はそれでいいと思いますで。で、私はケチなのにせっかちっていう、なんかもう最悪な組み合わせで、で、待てなかったんで、あの、1回は買ったんです。 えっと、あま、それはアマゾンの方だったんですけど、アマゾンもちょっと郵送日にちが遅くなっていいんだったら、えー、安いのがあったんで、それで買ったんですけど、それが結局待てなくて、で、えっ、ー、と、25ドル以上買ったら当日買って、当日に届きますっていう、そういうなんかアマゾンプライムっていうので、えっ、ー、と、2個キットを買いました。 で、私が買ったのは、このボディピアスキット。えっと、こっちが14ゲージと16ゲージの入ってる、えっと、あ、ニードルが入っていて、ピアスが、えっと、84ピアス。あ、違うや。えっと、40ピアス。40ピアス。入ってますっていう。で、これ全部、今も使っちゃったからないんですけど、 あの、ラバーグローブとかも入ってて、えっと、あとアルコール消毒用の、あの、ウェットティッシュみたいのも全部入ってます。で、すごい良かったのが、これ。これが、あの、ハサミ見たくなってるこの先端が、先端が、こう、つまめる。こんな感じです。 っていうのがついてきて、で、なんでこれがいいかっていうと、あのー、口に開けるときとか、あとこ、こ鼻もそうなんですけど、自分で押さえてやるっていうのは、なかなかこう、ちょっと安定しないんですけど、これがあることによって、こうやって挟んじゃって、こうやって、 わかりますか書って。とか、まあ、鼻もあ、あ、もう反対側をやるけどな、こうやって。ガチャって。で、これ固定されるんですよ、こうやって。これめちゃめちゃ良かったです。で、プロのところに行って、サロンでやってもらうときも、こういうのを使ってやるみたいなんですね。なんで、これ、あったおかげで、とっても開けやすくって、あと、ここも、 あの、トラガスも自分で同じ日にやってたんですけど、こんなんも自分でやろうと思ったら、きっと、こう、押さえながら、こう、こうやってやるのはちょっとなかなか難しいと思うんですね。でも、これだったら、ここほら、挟んで、でも固定刺さっちゃって、もう自分の方に、こう傾けて、で、こう、あとはニードルで入れる感じなんで、もう、 とってもやりやすかったです。そう。こう、おすすめです。で、これがさっき言った40個のボディピアス。えっと、ついてきました。で、いろんな形、なんかこういう、見えるかな。ね、あの、シャフトも、ちょっと長めのとか短めとか、こんな、 ピング状だったりとか、いろんなのがミックスで。で、1個の形につき2個、ピアスが入った状態できました。で、一応この、これ、おへそ用ですね。の14ゲージのもついてきたんで、まだやってないんですけど、えっと、おへそに開けることもできまして、えっと、いつかやろうと思います。 えっと、ほんで、こっち。ほとんどさっきと同じなんですけど、これが何が違うかって、針のゲージの太さです。針の太さ。で、私が買ったさっきのボディピアスは14と16。で、この花、花用花用が20ゲージなんですね。 で、その二重ケージっていうのが、こっちの最初に買ったのに入ってなかったんで、それで、あえて、こっちの、あの、花用も買いました。で、こっちの花用には、ちゃんと、花用ピアスもついてきてて、で、これ、こんな可愛い感じの、いろいろ、カーブになった、先っちょがカーブになったやつとか、えっと、L に、 L 字になって取れないようになってるやつとか、これは今私はこのボディ用についてきてたフープの方をつけてるんですけど、こんなのも最初につけてました。それで、あ、まあ、あ、そうだ。で、値段。値段が、こっちのボディピアスの方が40ピアス入って、2ドルも、えー、16、14って入って、これで16ドルちょっと。まあ、だからぜ、 タックスコミで17ドルぐらいカナ、カナダドル。で、こっちの花用は、えっと、12ドルちょっとだからタックスコミ13ドルぐらいだったんです。とっても安い。なんでかっていうと、これをサロンでやろうと思うと、まず、えっと、施術料金だけで50ドルとか。に、プラス、自分の選んだこのピアスのほかね、 で、私は行ってないからわかんないんですけど、そんなに安いピアスがあるとは思えないんですね。で、一箇所見た、あの、ウェブで見たところは、スタート20ドルからとかって。だからもうそれだけで、50ドルプラス20ドルで、70ドルじゃないですか。プラスタックス15ドルとかってなると、結構いいお金になるんですね。でしかも一箇所で。で、場所によってもちろん値段も違うんで、で、それだったら、やっぱりセルフでやった方が、 こんなんどっちも合わせても、13ドルと16ドルぐらいだから、まあ、30ドルも見とけば、自分で開けたいところ、ね、こう、開けれちゃう。で、しかも、あの、将来もっと開けたかったら、自分で開けれるし、なんだったら友達に開けてあげたりとか、まあ、家族に開けてあげたりってこともできるんで、私はとってもこれ買ってよかったと思います。で、ただ、えっと、2ドルって、 だから、ピアサーみたく、こう、バネの力を借りて、開けるわけじゃないんで、ちょっと怖いなって人は、あの、買って、誰か勇気のある人に開けてもらうのもありかと思います。私は全然、あの、そういうの大丈夫なんで自分でやったんですけど、確かに開ける、こう、針が入ってくのは、あの、まあ、ちょっと日常ね、そういうことをしないから、ちょっとドキドキはしたんですけど、うん、ちょっと抵抗のある人は、 ね、あのー、自分ではできないけど、人にやってもらうっていうのはあれだと思います。あ、で、えっと、痛さなんですけど、私は、えっと、一瞬ではない痛みだけど、ニードルはとってもスムーズに、あのー、穴が開く、あのー、開くなと思いました。で、なんかあのー、突っかかりがないんですね。ニードルがとってもシャープなんで、 あの、スーススススって入っていく感じですね。で、鼻だけ。うん、鼻に関しては、ちょっとなんかのズボッズボっていう感じちょっと、ちょっと止まるっていうんですか。あの、まあ、勢いつけてガーってやらなかったっていうのはあるんですけど、ニードルのやり方いろいろ調べてると、なんかの勢いでやると、この先端がやっぱりちょっとその、出てるささ先っちょの方に刺さっちゃうってことがあるらしくって、だから、勢い任せてくさって言うんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつこう、 ゆっくりこう、キュッ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 って感じで押してあげるといいよーっていうのを見て、私はその方法でやりました。ほんで、あのー、あ、そうそう、それで、あのー、やったんだけど、結局ここをドラが咲いた時、結構か、硬かったんですね。で、入れて、先端こっちの耳の穴から出さなきゃいけないじゃないですか。だから、こういう、あのー、ペンチ、ペンチっていうのを、これを、この出てきたこの穴の方からこう、引っこ抜く。 で、やった時に、私はちょっと、ここの反対側のこの耳のところに、あのぐさっと針がちょっと刺さってしまって、こっちからもちょっと出血するってことが、あと、あの、起こっちゃいました。なので、もしトラガスやる人あの、ニードルで、ね、やる場合は、こう、あんまりこう、押しすぎない。で、こうやってまたこう、こっちから引っ張るときは、もう本当に気をつけて引っ張ってください。こう、私が使ったものについても、ちょっと紹介しようと思います。 で、さっきのキットもちろん。キット。で、ベンチ。で、アイライナー。別にこれは、あの、ペンでいいと思います。アイライナーじゃなくても。この印付けですね。はい。抜けたいところに印付け。で、えっと、ほとんどもう入ってないけど、アルコール。アルコール。一応と、 あの全部滅菌されてますみたいなことを書いてたけど針はねもちろんそうだと思うんだけどピアスつける前に一応私はアルコールでピアスも消毒しましたで口あった時はあの下から上に向けて入れたんで針を入れたんでこういう小さな小さなちっちゃく切った消しゴムこれも使う前に消毒してでこれをあの口の 受けるあたり、こういうところに、こういうふうに入れて、で、こうやって、外側から、こう、針を刺す感じでやりました。はい。えっと、まあ、あの、カナダね、留学してる方とか、移民された方とか、また旅行の方とかも、 えっと、これから来たいなと思っている方とかも、えっと、もしね、カナダでもピアスを開けようと思うことがあったら、ぜひこれを見て、ちょっとあの、参考にしてもらえたら、あの、嬉しいです。